昆虫の標本昆虫標本とは、昆虫採集などによって得られた昆虫を研究、特に分類学的研究に耐える、要保存処置をした標本である。昆虫は、外骨格が発達しており、乾燥させるだけで数百年以上研究の実用に、耐える保存性を示すので、乾燥標本とすることが多い。また、この処理で色が変わらないものも多く、 干渉性にも優れているため、干渉目的に作られることも多い。分類学用の標本も、乾燥標本が普通に使われた。しかし、内部形質の保存を目的としたり、柔軟で、乾燥標本では、変形が著しい昆虫の保存にあたっては、アルコール水溶液などの保存液中に浸す、液芯標本にすることもある。またノミやアザミウマのような、微細な昆虫は、 プレパラート標本にすることが一般的である。乾燥標本の場合、まず昆虫の足や触覚、群によっては羽を広げて成形し、乾燥によってこの形が固定するまで保管する。これを転使、あるいは転足という。蝶などはほぼ必ず転使し、そのために専用の転使板があり、いくつかのサイズを用意する。トンボなどでは羽を閉じた状態で標本とする例も多い。 その後に針を昆虫に突き刺し、チューブラリンの位置で固定できるようにして標本箱に保管する。この時、通例では、胸部、特に前胸の中央やや右側に刺すことになっている。これは、右手で針を持った場合に、針の刺さっていない側が大きく見やすいためである。また、絶対に中央に刺してはならない。小中線上の構造は一つしかないから。 そこに針を刺すとこれを破壊してしまう。左右に偏寄せておけば、針の貫通で壊れた構造は反対側には残っていることになる。なお針を刺すことができないような小型昆虫の場合、針に台紙を刺しておいて、そこに貼り付けることが一般的である。接着剤は木工ボンドや荷皮などが使われることが多い。台紙の形は三角形や四角形があり。 裁断機などで自作したり市販品を使用したりする。四角台紙は標本が破損するリスクが少ないが腹部が観察できないという端緒がある。三角台紙の場合、その尖った部分に昆虫を貼り付け、下になった側の大部分も観察できるが標本が破損するリスクが高いという端緒がある。セルロイド製の台紙も存在するが、耐久性は紙製に劣るという指摘もある。 分類研究に使われる場合、標本と共にデータを記入したラベルを保存することが重要である。普通は最終場所、年月日、最終者を顔料インクや鉛筆などの消えにくいものを使い印刷や手書きするなどして記入した紙片を作り、乾燥標本であれば、昆虫を刺した針にそれも突き刺しておく。液心標本の場合は、一緒に液につけておくのが普通。 完成した標本は標本箱に保存する。木製で底面にコルクやペーフ板を貼るなどして針を刺しやすくしたものである。蓋にガラス板をはめ込み、外から見えるようにしたものがよく見かけられるが、研究用には外から見える必要は必ずしもうないから、完全に木製のものもある。現存する日本最古の昆虫標本は、 東京大学所蔵の天保年間作成とみられる、爆心、武蔵孫衛門自生昆虫標本である。国内で最大の昆虫標本コレクションは、九州大学所蔵のものであり、北海道大学、東京農業大学、愛媛大学のコレクションも充実している。縄昆虫博物館の案内看板に利用されている、昆虫標本昆虫、特に大型の蝶や、甲虫類には、 鑑賞価値が高く、一般にも知名度の高いものが多々ある。それらは一般人が飾って楽しむ場合もあり、それを目的とした標本の製作や販売が行われる例もある。マレーシアなどでは、鳥羽蝶やコノハムシ、カブトムシなどを標本箱に収めた形のものや、昆虫以外では、サソリやタランチュラ、ウデムシが同じような標本の形で販売されている。 大型のムカデや、節足動物ですらない、コウモリや、小型で彩色のカエルまでもが、乾燥標本にされ、昆虫標本と一緒に同じ箱に収められ、販売されていることもある。モルフ補助等、その土産物としての販売が、地元の重要な物産となっている例もある。なお、絶滅の恐れのある、野生動植物の種の国際取引に関する条約や、 種の保存法の国内気象や生動植物種で販売や譲渡や移動が禁止されているものが販売されていた例もあるので注意を要する。これらの標本も上記の分類研究用の標本と基本的には変わらない。ただ取り出してひっくり返して細かいところを見ることは必要ないから箱の蓋が固定されていることや蝶以外では 箱の底に直接乗り付けされていることやラベルがないこともあるため注意が必要である。蝶の場合には多数を集めて一箱に収めたものが販売されている。その他、分類とは関係なく様々なデザインで配置した標本箱が販売されている例もある。羽の模様だけあればいいと、臨粉を台紙に写し取った臨粉転写というのもある。建立59年頃、沈福の 期生6期に次のような記述がある私は歓喜している時には、気丈に花瓶を絶やしたことがなかった。ある時、芸が私に、あなたの刺し花は、天候の変化によく気が配られており、その点では、入心の技だと言えるでしょう。ところで、画の方では、草のあるところに必ず虫がいることになっていますが、あなたの刺し花にはどうして、虫がいないのでしょう。と言った。 私は、虫は動いてやまぬものだから、がのようなわけにはいかないよと答えた。するとゲーは、それには一強い方法があるんだけど、少々折衝なのでねという。私は、方法どんなと聞き返した。ゲーは、虫は、死んでも色が変わらないでしょう。だから、灯籠なり、セミなり蝶なりを捕まえてきて、針で刺し殺し。 剣士で首のところを鼻の枝にくくりつけ、足を茎を抱き葉を踏んまえているような風に整えておけば、いかにも生きているように見えるでしょう。どうです素晴らしい考えではありませんかと言った。私は喜んで言われた通りにしてみた。すると見る一言とごとくが口を極めてこれを褒めた。これはジオラマ標本である。博物館のそれは、 生態を再現するのが目的であるが、これは池罠と共に風流として楽しむ点が異なる。ありがとうございます。